はい、こんにちは。個人事業専門税理士の川南です。本日の YouTube 動画はこちらについて説明したいと思います。家賃支援給付金について解説していきます。こちら、家賃支援給付金という、支援制度なんですけど、こちらは、コロナの影響で売上が減少した事業者に対して、地代家賃の負担を軽くするための給付金という内容になっております。そして、どういうことかと言いますと、まず法人が最大600万円、個人事業が最大300万円、一括支給でもらえる可能性のある給付金となっております。ね、これ最大ですので、全員が全員、法人だったら600円もらえるとか、個人事業だったら300万もらえるっていうような話ではないので、これから算定方法やね、計算方法について一緒に見ていきたいと思います。はい。さあ、それでは本日の目次になります。こちらですね。こちらの目次に沿って本日は解説をしていきたいと思います。家賃支援給付金とは今最初に少し説明したので、そのまま、その次ですね、順番に申請できる人はどんな人が該当するのか、いくらもらえるのか、計算方法について説明をして、あと必要な書類ですね。どんな添付書類が必要なのか、あとは申請方法ですね。と、最後、注意点を今回の給付金についての注意点を、3つ紹介しようと思います。この順番に動画を進めていきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。では、まず最初、申請できる人ですね。どういう人が該当するのかっていうのをまず見ていきたいと思います。支給対象はですね、こちらです。資本金10億円未満の中小企業、個人事業者。これフリーランスでも、OK です。この1つ目ですね。まず、こちらであること。2つ目の該当が、次ですね、売上に関しての該当するかどうかを聞いてくるんですけども、5月から12月の売上が前年同比と比べて 50% 以上ダウンしていること、または連続3ヶ月の合計が 30% 以上ダウンしていること、そして3つ目が事業のための賃料であること、はビジネスで使う、家賃、ビジネスで支払うっている家賃ってことですね。この3つがまず該当する方が申請要件を満たすことになります。では、こちらの同年同比月 50% 以上売上がダウンしているっていうのはどういうふうに見ていけばいいんですかと思うので、ちょっと具体的にね、順番に見ていきたいと思います。紹介をします。これは、持続化給付金の時の算定方法というか、判断と同じですので、もし持続化給付金をね、申請したっていう方は、こちら飛ばしていただいてもいいです。まだね、どんなんだったっけとかね、もう一回おさらいしたいとか、もう一度説明聞きたいなっていう方は、このまま見てください。はい。では、まず、ちょっと、だいぶ前に出しますよ。見えますかね。前年同月比が 50% ダウンとは、これはね、先ほども言ったように持続化給付金と考え方は同じなんですけども、2019年の5月の売上が40万円だったとしますね、この方は。はい。それが2020年になって、コロナの影響を受けて5月の売上が16万円になってしまったと。っていうと、ここの同じ月の5月のところで比べてみますと、50% ダウンしてるっていうことがわかりますよね。はい。で、この 50% ダウンしてるっていうこの状況だったら、クリアで OK になります。それでは、先ほどもう一つ言った連続3ヶ月の合計が 30% ダウンしてるっていうのはどういうことかと言いますと、こちらになります。例えばですね、これですね、2019年の5月、6月、7月の3ヶ月で判断したとします。それぞれの売上が70万、50万、90万ですので、2019年の3ヶ月の合計が210万円になります。そして2020年の同じ月を選んでチョイスしますので、同じように5月、6月、7月をチョイスします。で、5月、6月、7月をチョイスして、それぞれの売り上げが40万、30万、50万だったとしますね。はい、でしたと。そうすると、2020年の3ヶ月の合計は120万円になりますので、2019年の合計の金額210万円と、2020年の3ヶ月の合計120万円を比較しますと、あ、30% 以上ダウンしてますねということで、こちら該当することになります。この、あれですね、だから中小企業で個人事業者であること、5月12月の売上がダウンしていること、あとは、ビジネスのために支払っている、家賃だっていうことですね、が、該当、申請者になります。そしてもう一つあるんですね、ポイントがね、今からもう一つ次を紹介したいと思います。契約期間について、こちらの3点が全て該当する必要があります。まず1つ目ですけど、2020年の3月1日時点で賃貸契約があるということ、事実ですね。そして2つ目が、申請時に契約がある。契約をしているという事実が必要です。そして3つ目が、すいません、ペロッとなっちゃった。申請直前3ヶ月間の、申請のね、その前に3ヶ月間家賃を支払っているよという、家賃を支払ったよという事実が必要となります。こちらの1、2、3は該当していて、さらに先ほど見ていただいたこちらの3つ、両方、この3個3個が該当する方が、申請する、できる人ということになります。はい。いいでしょうか、ここまで。では次、ちょっとね、計算方法いきますね。このね、給付金、家賃支援給付金っていうのは、どういうふうに計算してもらえるものなんですかと。次にそちらを説明したいと思います。給付額の算定方法ですね。今回、個人業の方を例えに取りたいと思います。個人業の場合はですね、こちらのようにちょっと見にくいんですけど、見えますかね、資料。寄付額がですね、個人業の場合は、最大300万円までもらえるんですけども、そちらの方の計算方式がこのようにありまして、こちらですね、月額の、直前のですね、家賃の支払いですね、一番近い月ですね、37.5 万円以下であれば、支払った家賃の3分の2が支援されることになります。そして、37.5 万円を超えるような、50万とか家賃を払っている方は、その 37.5 万円以上の部分は3分の1、支援されますので、こちらの計算式に当てはめていただいて、1番と2番を足した金額が支給額というふうになります。こんな感じですね。で、こちらの 37.5 万円を超える部分については、上限が設定してありまして、50万円までですよという決まりがあります。このように算定をいたします。はい。ちょっとややこしいかもしれないですけど、実際自分のね、家賃がどういうふうになるか、ちょっとやってみて、計算してみてください。そして、一番じゃあ簡単な例としてね、こういうふうな計算をすればいいですよっていうふうな例を、個人事業の場合で出したいと思います。こちらは、申請日が8月10日で、8月分の支払いの家賃が完成している場合ですね。だから申請の一番近い1ヶ月分の家賃を見ます。この方で言うと、家賃が月10万円の、家賃なり、事務所を例えばね、借りてるとします。10万円ですと。店舗でももちろん OK です。10万円借りていて、それが、37.5 万円以下に該当しますので、3分の2が支給されます。なので、10万円かける3分の2をしていただいて、それで、6ヶ月分が今回出ますので、6倍します。6倍すると、40万円。なので、この方の場合は、37.5 万円をね、超えるものはないゼロなので、そのゼロを足してもらって、合計40万円が支給されるという仕組みです。こういうふうに、支援金の計算をするという流れに、なっております。はい。そしてですね、該当して計算でしてみて、だいたいこれぐらいもらえるのかなと分かったところでですよ。次、どんな書類を、提出しなければいけないのかというのを紹介したいと思います。じゃあこちら、じゃん、必要書類です。これは持続化給付金と一緒になってきます。順番に説明していきますね。まず、確定申告書の控えと青色申告決算書。次に受信通知というもの。そして、売上台帳が必要になります。このね、低申告、控えってどういう書類かと言いますと、これは皆さん結構見たことあると思います。このような書類で、確定申告書、第1票って1枚目ですね。2枚セットなんですけど、1票があれば大丈夫です。こちらにマイナンバーがある方は、黒く塗りつぶして提出をお願いします。見えて、ここがね、ハンバー入ったままですと、個人情報が漏れ漏れになりますので、お気をつけください。で、こちらにまず日付印があることも大事です。はい。これをまず用意します。これ持続化給付金と一緒ですね。で、次に青色申告決算書というのはどういうものかと言いますと、こういう書類です。この書類が必要になります。青色申告決算書の1ページ目と2ページ目が必要になります。この2ページ目を結構申請漏れが持続化給付金の時多かったみたいなので、忘れずに2枚目も出してください。どうしてこちらがいるかというと、ここの欄に売上が、2019年売上がだーっと書いてあるんですね、仕入れと。その額を見て、事務局の方が今回の申請該当するかなどうかなというのを判断しますので、必ず1ページ目と2ページ目を出してください。逆に言えば3ページ、4ページ目はいりません。多分おそらく出しても何も言われることはないと思いますけど、1ページと2ページがあれば OK です。はい。それで次がですね、添付書類の次、受信通知というものですね。先ほど言いました。受信通知というのはこういうものです。見えますかね。これは、e-Tax で、確定申告を送信した人ですね。2019年の確定申告を e-Tax で送信した人は、受信通知が必要になりますので、こちら、税務署のメールボックスに届いているはずですので、こちらの方を、探していただいて、添付書類として付けるようにしてください。で、税理士に毎年確定申告を頼んでいる方は、税理士の先生に言えば、こちら、申請で使うので欲しいんですって言えば、送ったりメールで添付してくれますし、もし確定申告書の控えというのを多分先生の方から送られてきたりとか手渡しされてると思うんですけど、その中にもしかしたら入ってるんじゃないかなという気もいたしますのでご確認ください。はい、そして売上台帳というものですね。売上台帳というのはどういうものかといいますと、こういうもので該当した月の売上台帳を出す必要があります。例えば5月分で50% 以上がダウンしていた場合は5月分の売上台帳を出すことになります。そうすると経理ソフト、会計ソフトなど使っている方はこちらのところから5月分のデータを出していただいて、こちらを添付すれば OK です。また、会計ソフトは使ってないんだけど、Excel ワードで自分で作った売上台帳があるよっていう方はこちらを出していただいても OK です。あと、もちろん、売上台帳をね、手書きで書いてるっていう方もいると思いますので、手書きの売上台帳のコピーでも OK です。どれでも大丈夫です。なので、売上台帳を寄付金として用意してください。で、持続化給付金で用意した方はそのままデータとか同じものが使えるものであれば同じものを使っていただいて大丈夫ですので、そちらの方を再利用していただければいいと思います。該当する月が違うとかだったらね、持続化給付金は2月3月でもね、該当しましたので、そちらの方の売上データは出せませんので、今回は5月から12月ですので、うまいこと同じ月がかぶっている方はそのまま持続化給付金の処理が使えます。はい。で、その次にどこに給付金の入金をしてほしいかというのを相手先に知らせる必要がありますので、こちらのように通帳の1枚目のコピーと、あと見開きをピラッとめくったね、2枚目のページがいります。これも添付書類になります。一つ注意点がありまして、この出す口座名義と給付金の申請名義が必ず、同じ一致するようにお願いします。ここがね、ずれていると申請者と口座名義が違うってなりますと、多分問い合わせが来たりとか、メールでエラーが出ると思いますので、必ずここの申請者と口座名義は一致するもので出してください、口座を。はい。これが一つ注意点ですね。あとは本人書類の確認ということで、これは皆さんおなじみの免許証か、個人カードを出せば OK です。添付すれば。はい。で、ここまでは比較的持続化給付金と似た感じなんですけども、ここからが、家賃支援給付金には、追加の書類が出てきます。こちらが必要になります。賃貸契約書ですね。写し。賃貸契約書の写しと、支払いを証明する書類がいりますので、振込明細書と領収書などが必要になります。こちらの準備をよろしくお願いします。で、賃貸者契約書は、必ず、借りるときにきっと大家さんと契約をしていた不動産業者と契約をしたりとか、中間業者の方と契約したりを交わしているはずですので、必ず、基本的には契約書があるのではないかと思いますので、どっかにしまい忘れたって方は探して写しを、ね、手に入れるようにしてください。ではどういうものがね、契約書の写しに必要かって言いますと、全員が全員同じ契約書を作っているわけじゃないんで、少しひな形はそれぞれバラバラで違うんですけど、サンプルがありますので、このようなものが契約書ですよということですね。何が書いてあるかと言いますと、契約書には、誰が貸してて、誰が借りてるのかという、印鑑をしてあって、借りてる物件の住所ですね。住所が書いてあって、いつからいつが契約期間で、月額いくらなのか、敷金、礼金はいくらなのかというような、こういうような契約書が必ずあるはずです。はい。で、礼金や敷金、あとは、何か教育費とか管理費が書いてある場合も多いです。ほとんど書いてあるんじゃないかな。ですね。で、こちらの方をコピーを用意してください。で、一つアナウンスがありまして、こちらの、該当する住所とか月額って分かるような大事な箇所には印を打って出してくださいというアナウンスが入っておりますので、よろしくお願いします。これは多分、事務局側の効率化と、スピードを上げるためだと思います。たくさんの方から申請が来るので、それを裁く処理と効率を上げるため、なるべく皆さんに早く給付金が入金できるように、皆さんで協力していただけると多分早めに入るのではないかと思うので、ぜひぜひ印をつけて、添付は書類は用意してください。で、契約書の写しはある。そしたら、家賃を支払っている証明書を出さないといけないですね。きちんと契約だけじゃなくて、きちんと支払ってますよっていう書類が必要ですので、こちらは、振込明細書であったり、例えば、銀行の通帳からね、そのまま引き落としが毎月かかっているような方は、こちらの、家賃の通帳です。引き落としがされている通帳の1ページ目と、中を見開いてもらって、何月分の家賃が落ちてますよっていうページをすべて印刷してもらって、こちらと同じように引き落としが分かるページのこの箇所ですよっていうところに印をする必要があります。このようにお願いします。アナウンスがありますので、そちら。あと、現金で払ってる方もいると思うんですよ。その方は、領収書で大丈夫です。で、原則、3ヶ月分の家賃の支払いの、該当するのにもね、直前の3ヶ月分の家賃の支払いが現実にあるっていうことが条件になってますので、こちらの方も3ヶ月分出してください。証拠の方も支払ってますよ。ということですね。こちらの書類を揃える必要があります。はい。じゃあ、書類も揃いましたと。じゃあ、申請しようっていう時にどうやって申請すればいいかっていうと、今回の寄付金も、同じように Web 申請がありまして、7月の14日からスタート、申請をスタート。まあ、7月の14日から申請スタートをしております。すでにね、いるんですけど。ですので、家賃支援給付金で Google か Yahoo で調べていただいて、そこのホームページからクリックして入っていくと、申請ボタンがありますので、申請するっていうのをクリックしていて、あとは指示に従ってやっていけば、まあ、大体の方ってあれですけど、大体まあ、持続給付金を多分申請してできた方は同じような、流れになっていますので、きっとできると思います。そしてもし、ちょっと自分でやるのは難しいなって方は、サポート会場も順次開設してありますので、こちらの Web 申請のホームページからこの、サポート会場がどこにあるかというのはエリア別に、検索できるようになってまして、そこから、ネット予約もできますので、予約していただいて、こちらの方から探してね、ぜひ予約してサポート会場を探してください。で、あともちろん相談ダイヤルもあります。電話番号お間違いのないようにかけてください。0120-653-930 で8時半から7時まで受付しておりますので、何か確認したいとか質問したいとか、この場合どうなりますかっていうようなものは、こちらの番号の方にかけてお問い合わせするようにお願いします。そしてじゃあね、申請無事しましたと。じゃあその後一体どうなるのですかと思うと思うんですね。なので申請後と、あと注意点ですね、ついて話したいと思います。こちらですね。まあ申請した後に事務局側の方が確認をして、通過して、まあ、申請が通れば、通知書が発送されます。そしてさらに、申請口座ですね。添付書類で出した口座に入金があるかと思います。こちらね、どちらが先に来るとかどうかわからないんですけど、まあ、同じようなタイミングで来るのではないでしょうか。で、こちらの通知書は、必ず、保管してくださいね。捨てないようにしておいた方がいいと思います。何かの時のために、証拠になりますので、もう終わったからいいやって言って、ポイって捨てないでください。私なんか知り合いの人が持続化給付金の通知書を捨ててしまって、変からプラスまださらに出るっていう、あれの時にすごいなんかめんどくさかったって言ってました。一応まあ何がある、今回あるかどうかわかりませんけど、その追加なのね。まあ今のところ話はないですけど、こちらの方は取っといておいてください。あとですね、注意点、最後に3点ほど挙げてみたいと思います。こちらですね、不正受給ですね。不正受給はお気をつけてください。一応審査もありますけど、その後ね、もらった後に調査が入ったりするケースもあるっていうふうに書かれていますので、不正受給にならないようにお願いします。もし、分かってしまった場合とかね、その調査が入って分かった場合は、全額返金プラスペナルティを含めた料金で返済をしなければなりませんので、お気をつけてください。あとなんか名前を公表するっていう一言文言が入っておりました。不正受給をした方は、まあ、公表される、まあ、晒されるということですね。気をつけてください。あと、こちらですね。詐欺にも気をつけてください。家賃支援給付金の詐欺がもしかしたら出てるんじゃないかとか、まあ、持続化給付金の時もこちら詐欺問題結構問題になっておりまして、現実ニュースになったりしてもいましたので、お気をつけください。そしてこちら。最後。これ結構、もう重要かどうかわかるんですが、頭に絶対入れといた方がいいなと思ったのがこちらです。この給付金の振り込みのお知らせは、本人のこの通知書、本人にも届くんですが、その相手先にも届くということです。ですから、借りてる親さんに届く。あの方に支援金、給付金しましたよっていう、しますよというお知らせが自分にも来るし、相手にも来るということです。これは頭に入れておいてください。はい。こんな感じで、ざっとね、家賃支援給付金ってどういうものなんだろうっていうことをね、ざっくりと基本的なことをまず説明します。これが本当ベースになります。原則になります。できっとねこれからね今言ったこれ7月14日に公開されている情報時点での内容になりますので、また持続化給付金のように救済措置が出たりとか、今年開業の人はこうだとかああだとかいうふうにあったように、きっとまた何かしら後で追加来たりとか、よくある質問が公開されたりとか、こういう例外の方こうしてくださいねっていうのがどんどん追加されると思いますので、きちんと大元の情報を確認してから申請するようにお願いします。はい。で、よかったらコメント欄に何日に申請しましたとか、この日に申請して、入金がこの日にありましたっていう情報をコメント欄に書いていただけると、チャンネル見てる方がね、情報として分かりますし、大体2週間ぐらいで入るのかなとか、1ヶ月ぐらいで入金あるんですねっていうふうに情報交換ができるので、書いといていただけると嬉しいです。というわけで今日は、家賃支援給付金について動画でお知らせ、説明をしてみました。いつもね、この私のチャンネル動画を見てくださってる方、本当にいつもありがとうございます。いつもコメントと感想の方は、見させていただいています。ぜひ、この動画もね、チャンネル登録と、あとグッドボタンですか、高評価ボタンをぜひぜひよろしくお願いします。で、ちょっと最近更新がね、空いてたんですけど、それはちょっとね、この今まで私のやり方って多分今まで見たこと分かると思うんですけど、ホワイトボードを下に移して説明していくっていうスタイルだったんですけど、ちょっとやり方を変えてみようということで試行錯誤してまして、こうやったらうまくいくのかなとか、ああやったらうまくいくんじゃないかっていうのをいろいろ考えていました。ちょっとね、時期が、ちょっと更新が空いてしまったということですいませんでした。また今後引き続きね、ちょいちょい頑張って動画アップしていきますので、皆さん何か必要なね、もちろん皆さんにとっても得な必要な情報を流していきたいと思っております。で、ビジネスをするにあたってどうしても経理、税金、確定申告を欠かせない、ビジネスに欠かせない重要な3要素となってますので、そちらの方を、自営業向けに、基本的に自営業向けに、わかりやすく基礎の土台から、それでね、基礎からこう、なんていうの、土台を身につけて、だんだん次のレベルっていう風にステップアップしていっていただいたらいいなという思いで動画を、いつも配信しております。はい。あとですね、私、完全会員制のオンラインサロンというものも運営しています。オンライン上に税理士を雇えるっていうちょっとキャッチコピーみたいなやつでやってるんですけど、そちらの方も、本日の動画の説明の内容の給付金についての内容の URL と一緒にオンラインサロンの URL も一緒に詳細に載せておきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ちょっと結構長くなっちゃいましたけど、今日の動画は以上になります。こちらで家賃支援給付金の説明終わりたいと思います。今日も最後までご視聴していただいた方、本当にいつもありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。